南島原市は、長崎県島原半島南部に位置する市である。普賢岳長崎市の南東約60キロメートル、島原半島の南東部から南端部にあたる一帯の地域を市域とする。北西で雲仙市、北東で島原市と接する。島原半島の雲仙地交帯の南側の地域を南目と呼ぶことがあるが、 南島原市の地域はこの南目にあたる地域とほぼ一致する。地域西部は天草灘東部から南部は早崎瀬戸及び有明海に面しており、この地域に集落が集中する。海岸沿いを国道251号が通り各集落をつなぐ。地域北部は島原半島の中央部にあたり、雲仙岳の一角を構成する産地である。 南島原市の地名は町のように合併前の町名を冠した後にあざ名がつく。各町の地名の末尾に付する名は名と読む。なお、有江町と西有江町を除く地域においては名の名称を実感に置き換えて地名を表記する。深江町実感で表記する。富津町実感で表記する。有江町名の名称で表記する。有江町では道崎村との合併後に 実感表記を廃止して、本来の名,の名の名称を表示し、さらに末尾、名の文字を削除している。市役所が所在する旧西アリエ町中心部周辺の空中写真。1975年2月26日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。西アリエ町名の名称で表記する。 西有江町では1969年末まで実感表記を採用していたが、1970年より、この表記を廃止して、本来の名,の名の名称を表示し、さらに末尾、名の文字を削除している。北有馬町実感で表記する。南有馬町実感で表記する。とどろ川は有馬川を隔てて、北有馬町としか交通しておらず、事実上の飛び地となっている。このため、 かつて、北有馬郵便局が集配を担当していた名残で、南有馬町のれとして、別の郵便番号が振られている。口の土町実館で表記する。上佐町実館で表記する。上佐町の読みについて、南島原市発足後に、上佐町に変更された。1496年、有馬隆順が、現在の新域南側の位置に、原城を築城し、以後、 戦国時代から江戸時代初期にかけて、有馬氏が現在の地域にあたる区域を統治した。中でも有馬義貞とその子、有馬春信はキリシタン大名であり、彼ら二代の統治のもと、キリスト教信者が増加し、1580年にセミナリオが開設され、多くのキリスト教文化、ひいてはヨーロッパ文化が流入した。一例としては、 天正剣王少年施設がグーテンベルク印刷機を持ち帰って印刷したキリシタン版と呼ばれる日本最初の活版印刷が挙げられる。しかし、春信の子、有馬直ナの代になると江戸幕府より金教令が敷かれたためキリシタン大名であった直オも帰郷し逆にキリスト教を迫害した。1614年に直オの願い出により有馬氏は天保変わって 松倉氏が入法し、松倉重政とその子、松倉勝家により、キリシタンに対する弾圧をはじめとする圧政が行われる。1637年に、島原の乱が勃発。一期軍は一国一条例により放棄されていた、現状席に牢上し、抵抗を行ったが、幕府軍に鎮圧された。現在の地域にあたる区域に居住していた住民の、 ほとんどは乱語に処刑され、その後、松倉市に代わって入法した、孔力忠房の復興政策により、全国各地から新たな住民が入植したと言われる。開派構成合併当初は八丁文町の総合支所、方式であったが、現在は、本町機能を、西有江、有江、南有馬庁町舎に集約した三丁文町の文町方式に再編している。隣接する島原市。 雲仙市とともに、島原地域広域市町村県組合に加盟している。姉妹都市が日本国内に2つ、日本国外に1つある。このほか友好交流都市としての協定を結ぶ交流先が中国に1つある。虎巻廃校になった高等学校に関しては、長崎県高等学校の廃校一覧、南島原市を参照。 公立のみ発行公立のみ13校分校2校4月時点、規模的成果により、統廃合された小学校に関しては、長崎県小学校の廃校一覧、南島原市を参照。市内に鉄道は通っていない。現在の最寄り駅は、島原鉄道の鉄道路線の終着である、島原港駅。なお、2008年3月31日までは、 道路線が市内を通り以下の駅があった。市内バス路線全線が島原鉄道により運行されている。市内各地の他運転市諫早市と南島原市を結ぶ路線がある。また、前述の鉄道線の廃線に伴う代行輸送として、島原駅ありえ、和佐間の路線もある。かつては、長崎県交通局の路線もあったが、全廃された。 一般国道県道島鉄フェリー。南島原市和佐町須崎にあるカルワリオ十字門が入った平外赤型のキリシタン墓碑。南島原市和佐町須崎にある半円筒根管型のキリシタン墓碑。慶長18年との総書体名文が刻まれている。南島原市和佐町砂原にある扁平外赤型のキリシタン墓碑。正面軸部に花十字門が見える。 1 0 0ありがとうございます。